細井平州共和元年6月29日は、江戸時代の儒学者。本性は、騎士。折衷学派。平州または、如来三人とゴース。意味名は、徳民。通称は、神三郎。字はよかおり、よカオリ。終国知多軍隊ら島村出身。弟子には、関西の三鬼人として、有名な高山彦告郎などがいる。また、 米沢藩藩半校工場館の学則には一区民とある。終わり国知多郡平島村の農家に生まれた。幼くして学問に励み、16歳の時に京都に留学するが、当時優位な学者はほとんど江戸幕府や諸藩に引き抜かれていたので失望式教。その時、終わり藩が老竹子氏家臣の子で、節中学派の中西丹園が名古屋にも、 家塾の草村勝ら社を開くことを知り、そのまま指示する後に、中西の勧めにより、遠京2年に、党員研究のために、長崎に留学。法歴元年、24歳の時、江戸へ出て、王明館という私塾を開き、武士だけでなく、町民や農民にもわかりやすく学問を広めた。また、西条藩、人吉藩、紀伊藩、山和郡山藩等の藩に迎えられた。 最上藩からは十人淵を支給されている。法暦十三年に、上杉春則の死となる、春則は後に、米沢藩主となり、米沢藩が、財政再建を成功させたことは有名である。明和八年には、米沢藩在国を一家年とすることや人母、綱田田氏らを付き添わせることなどを条件として、月報十人淵を与えられて、米沢藩の江戸におけるお抱え。 文学師範となって、米沢に下校したがこの時と合わせて3時に渡り、米沢に下校し、講義を行っている。藩校工場官は平州が命名した。安永9年、53歳の時、子三夜の筆頭、終わり班に招かれ、藩校明林堂の正し学になった。完成8年、69歳の時、第3次、米沢下校。荒ましを、 弟子の椛島関両宛ての書簡にじ述している。この時、洋山は、米沢郊外の山、上村観光まで死を出迎え、父母人にて旅の疲れをねぎらった。これは、当時の身分制度を超えた指定の姿として、江戸時代中から知れ渡り、明治時代以降は、道徳の教科書にも採用された。米沢市関根の羽黒神社境内と父母人は、昭和10年、 上杉春ギの理系史校迎え跡として、国の史跡に指定されている。江戸割藩判定で死去。墓所は、東京浅草の天国院。大正2年、14位を追蔵された。平州が残した言葉として、米沢藩主になろうとしていた、上杉ス山に送った、優なるかな、勇なるかな、勇にあらずして何をもって行わんやがある。要は、 何をやるにしてもまず勇気が必要であるという意味である。また、先生の心すなわち、自分のして欲しいことを先に他人に対してすべきである、という教えも残している。米沢市の松見崎神社に、上杉雄山と共に祀られている。序文で、君主は、親民の父母であって、非常時に自ら接見すべきことは、親が子に愛情を示すのと同じくなすべきことである。 という趣旨のことを示している。松下孫塾の吉田松陰は、この書は、形成催眠の書であって、死たるものは必ず読むべきである。と発言している。また、西郷隆盛は、沖の選ぶ島に流されていた折に、民を治める道は、この一環で足りると発言しており、彼の経典愛人思想へ影響したとも考えられる。ランランバス、平州の出身地である、東海市では、 現在でも、郷土の偉人として敬愛されており、東海市立平州小学校や平州中学校など、平州の名が付く学校や平州記念館などがある。平州が常々説いていた、学ぶ修行創設という言葉を冠した格を思え、交渉が東海市内の小中学生を対象に毎年、送られている。また、平州をモデルにした平州くんが、東海市のキャラクターになっている。 三百半半主人名辞典一三章以下に、巧妙な大学者といえども、屋敷に呼びつけるのが礼儀として正しい当然の時代であり、大半の藩主が自ら死を郊外まで出迎えるなどというのは他ではありえないことであった。上杉鷹山の謙虚で真摯な姿勢が伺える。ただし、指定にはやはり大戦前の辞局が影響しており、現在の価値観からはあまり注目されない史跡と、 なっている。田尻左辺、増衣所見伝造法番上特使増衣年表 P31 学を萌え交渉表彰式。ありがとうございます。